スコット級共同駆逐艦は、イギリス海軍の共同駆逐艦の艦級アドミラルティガダあるいは標準共同型と称されることもある。第一次世界大戦中の1916年4月、ドイツ帝国海軍の新しい大型水雷艇が12.7センチメートル砲を搭載するという情報がもたらされた。これに対抗するため、V W9 駆逐艦を指揮するための1916年度の共同駆逐艦では、方向火力の強化が施行されることになり、野放転用の45口径 12cm 砲を5門、搭載するソーニクロフト型が開発された。しかし、当時、同級の設計、建造を担当していたソーニクロフト社の建造能力は限界に達しており、所要数の建造は不可能であった。 このことから、ソーニクロフト社以外の造船所によって、海軍本部による伝統的なアドミラルティ式設計による共同駆逐艦が建造されることとなった。これによって建造されたのが本級である。上記の経緯より、船体の基本所言はソーニクロフト型と同様のものとなっており、大型の船体で36ノットの速力を実現するための機関部溶石の増大や、 太さと高さが等しい扁平な2本煙突などの特徴も同様である。選手楼の原則には強いフレアが付された一方、間室付近では軽いダンブルホーム線形となっている。従来の共同駆逐艦が3軸推進艦であったのに対し、本級ではソーニクロフト型と同様に2軸推進艦となった。ボイラーはヤーロー式重油戦小水管ボイラー、主機は パーソンズ式、オールギアードタービンを基本として、ホーソンレスリー社間では、ブラウン・カーティス式を採用した。しかし、軽量船体の建造技術にかけては、各社の技術は、ソーニクルフト社には及ばず、結果として、本級の多くは、計画速力には達しなかった。例えば、モントローズでは、1935トンの状態での、 上場港試みで34.669ノットの速力を記録した。装備面では、装ニクロフト型が踏襲され、選手楼甲板と看尾甲板にそれぞれ背負い式に45口径12センチメートル砲の単装砲がを2機ずつ搭載、煙突間のプラットフォームに3番砲を設置した。直お砲盾の後方が開放されていることから、 1.5番砲の砲員を2.4番砲の爆風から守るため2.4番砲を犯しているプラットフォームにはブラストスクリーンが設置された。また、対空兵器もソーニクロフト型と同様で39口径 40mm 広角基準に加えて後部煙突後方のプラットフォームに45口径 7.6cm 広角砲を搭載した。対艦兵器も ソーニクロフト型と同構成で従来の駆逐艦、共同駆逐艦の53.3センチメートル連装魚雷発射艦に変えて本級では新開発の3連装発射艦を搭載した。第2次世界大戦時にはイギリス海軍の現役艦5隻すべてで3番砲の撤去や減速と環境ウィングへの機銃装備が行われたほか2隻が1番砲を S ボート対策用の6ポンド連装砲と乾燥2隻が一番砲を対戦用のヘッジホックと乾燥した。その他、艦によって巨雷発射艦の一部撤去やルイス連装機銃の装備が行われている。同計艦10隻が発注されたが、うち2隻はキャンセルとなって8隻が竣工した。他に巡同計艦として、チュルカ級駆逐艦がスペインで建造されている。 ありがとうございます。